さあ、この動画はゆる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 雑談動画にしようかなと思ってます。なんか情報とかよりね、こういうちょっと雑談も悪くないんじゃないかなと思って、ダラダラと撮っていきます。まあ 2,3 分の動画になるかな。まあね、何を話そうかと思いますが、皆様どちらにお住まいでしょうか。まあ、僕は見ての通り沖縄なんですけれども、まあ内地の方多いと思います。大阪、福岡、東京ね、僕の YouTube 見てくれる人もそういうね、都市部の人が一番多いんですけれども、まあ、やっぱり都市部で生きてるとね、沖縄移住は、ちょっと考える人とかでもね、今8月の後半ですよ。で、沖縄のね、やっぱりトップシーズンは、8月なんですよ。まあ、終わってくると沖縄移住っていうのはちょっと頭の片隅にありながら沖縄旅行をするっていう人もね、多かったりはすると思うんです。なので、この沖縄のトップシーズンが終わって、まあ、ちょっと秋口になってね、なんかもう内地本州の方ではもう多分秋っぽい風が吹いてたりとか、そういうのしてんのかなとか思いますけど、そうなると、あ、沖縄移住ずっと悩んでるけどどうしようかなって思う人とかもいるのかなとか、なんか考えますね。どうでしょう、沖縄移住しようと思ってる方もいらっしゃいますかね。沖縄はどうだろう、秋になってるのかっていう話なんですけど、沖縄はまだまだなんかやっぱ夏ですよね。うん、僕もね、もう毎週時間がありゃ海には一応行ってますね。なんか僕の中の沖縄の夏はどれぐらい、いつからいつなんだろうって思ったら、7月の1日から10月の31日、10月って31日はあるっけ、10月の31日までが僕は夏、沖縄の夏だと思ってるんです。長っ、4ヶ月か。4ヶ月も沖縄には夏があるんです。僕の中ではね。だからこの4ヶ月間は結構海ずっと僕は入ってます。で、だからね、秋っていうのを沖縄は感じにくいんですよ。11月、12月になると急にバッて寒くなるんで、なんか急に冬来たな、みたいな。うん。だからね、なんか、内地のテレビとか、内地の番組とか見てたりすると、なんか紅葉が、始まったりとか、なんか切ない空気とかね、田んぼがなんか黄色っぽくなったりとかっていう、あ、秋なんだな、もう日本はっていう感じがしますけど、で、沖縄にはなんか秋がない、夏と冬しかねえって言いますけど、この気候が好きな人もね、結構いるらしいんですよ。で、夏が長いのが好きっていうね。で、まあ旅行でいっぱい来て沖縄移住したいなって思う人もいると思うんですけど、なんか沖縄移住っていうのに対して大義名分がないとしてはいけないと思ってる人がいるんです。大きな目的がないとしちゃいけないかなとか、行きたいからっていう気分、理由は弱いかなとか考える人が多くて、僕の方にも DM とか、あと公式 LINE とかね、で、沖縄ビレッジとかでも、沖縄移住したいですっていう人がいて、で、いいじゃんしたらっていう話をしても、いやでも別に理由とかないんですよねみたいな、なんかちょっと沖縄好きだからとか、ちょっと海好きだからぐらいの感じなんですよ。僕からしたらもう十分だと思いますけどね。沖縄移住をする、ひいては物事をするのにそこまで別に深い理由とかいるっていうしたいからでいいと思うんですよね。でもそのしたいからっていう理由だけではちょっと自信が持てなかったりとか、こんなんでいいのかなって思っちゃう人っていうのはどうしてもいるので、そういう人の背中をまあ少しでもね、押せればいいなっていうのはちょっと思いますよ。やっぱ沖縄移住どうしてもね、守るものが増えちゃうとね、どんどんやりづらいというかできなくなっていってしまうので、守るものが少ないうちにね、できる今、いや、自分の気持ち次第でできるっていう瞬間があれば、もう僕はやっちゃった方が、後々後悔しないのかなとかは結構思いますね。でもそれが自分だけではなかなかこう決断できないという人も多いので、それの背中を押せればなと思って、なんかライブ配信したり、おきびで作ったりとかいろいろやってますね。何の話をしてるか分かんないですけど、まあちょっとちょいちょいこういう雑談動画とか、今僕がぼーっと考えてることみたいなのも話していこうかなと思います。沖縄ビレッジもね、やっぱ沖縄移住者の人多いんですよ。沖縄移住者の人多くて、まだ沖縄移住してないけど、やっぱゆくゆくはしたいという人も多い。そういう人ってやっぱ同じ境遇の人とか、自分と同じことを考えて結果移住した人の話とか聞くのすごいね、喜んでくれるので、そういう人たちがどんどん集まってね、沖縄移住のもっと身近なものになって、ハードルがなんか下がれば嬉しいなとかはちょっと思ってますね。
なのでね、この動画見ていただいているあの沖縄移住迷ってる人もね、ぜひあの沖縄移住、まあ、実行するなり、ちょっとその勇気が出ないってなると、沖縄ビレッジ、沖ビレに遊びに来てください。そういう悩みを持っていた人たちがね、たくさんいるので、ぜひ遊びに来てください。ね、はい、ということで雑談動画、ちょっと短いですけど、こんな感じで終わります。みんな遊びに来てね。バイバイ。